お疲れ様です。気になる男の81話でございます。80話はね、まだ見てる途中なんですけども、まあ、81話は、ちょっと短めに行こうかなと思いまして、このショートの動画の方を送らせてもらいますね。80話、79話、長かったですよね。で、今回ね、問題提起したいのは、いや、かなりね、これは勇気がないとできないことだと思いますけども、まあ、月収50万でもいいし、まあ、100万としましょうか。しっかりと稼いでらっしゃるお父さんがいるとして、で、なんかね、家事をやらないといけないことに結構こう仕事の足を引っ張られてる感を持ってる方、ここから確実に家庭崩壊が起きるっていう話はね、十分理解できたと思いますけども、多分ね、その奥さんも何がしか役に立ちたいと思って働いてるはずなんですよね、そういう方がね。じゃあそこでシンプルにこういうふうに問いかけることができるかってことなんですよ。さあ奥さんにね、働かなくていいよと、ね、もうはっきり言って大してお前稼げてないじゃんと、じゃあ俺が毎月お前に20万30万やるから、それでもう仕事はやめて大事なことからやんなさいっていうふうに言えるかどうかなんですよ。でこれ言ったところでね、いやいやそんなの申し訳ないから私は自分で稼ぐってなると思うんですよ。でその時にね、一番高い給料で雇おうとしてる愛する旦那さんの言葉を振り切ってね、対して稼がしてもくれないどっかの人のところで働きに行くっていう選択をその人がしてるってことなんですよね。でもっと言うと、旦那さんを支えることが面白くないんですよ。でなんか自分の趣味のように仕事をすることを選ぶわけなんですよね。だからどんどんこう乖離が起きてくるんですよね。でこれはほとんどの人ができないと思いますけども、これはそういうことを伝えることもできないし、それに対してね、女性の方からも旦那さんにこう言われたら、あなた仕事辞めれますかって言ったら、いや辞めらんないですって、なんでですかって、あなたは別に家計を支えてるわけでもなくて、自分が楽しくてやっていて、その結果家計を壊してるんですよってことをお伝えしても、いやそうとは思いませんとかね。でも実際にあなたは月に10万も20万も稼げなくって、結局生活費は全般的におんぶに抱っこしていて、お金が足りない時とか何かね、家のことで必要がある時には旦那さんに払ってもらってるでしょって、でそれを見た時どうなんですか、あなたの仕事は何の役に立ってるんですかって、自分の役に立ってるだけでしょってことなんですよ。つまり趣味をやってるんですよ、これは。お金をもらう趣味をやってるんですよね。でも今度ね、逆の側に行くと、旦那さんっていうのは死んでも稼いでこなくちゃいけないから、自分の趣味をやめて、でもうしょうがなくお金を稼いでるっていうね、この現象が起きてるわけなんですよ。で本来だったら楽しく仕事をして収入がどんどん上がっていく、さらに仕事が好きになって、あっちこっちに、マーケットを広げていってね、結果社会を豊かにするべき稼ぎ手が家の中に一人いないといけないのに、社会に出ていくことが阻害されてるわけなんですよね。家の中に閉じ込められていって、でかわいそうな身に遭ってるのはその稼ぎ手だけではなくて、その人によって取引先をね、失った人もいるわけなんですよ。そしてどうやって稼いでいくかってことをもう全然学べない人がたくさんいるんですよ。で一番近くで学べるはずの奥さんは学んでないんですよ。このバランスを考えたときに、本当にそれでいいんでしょうかということを問いかけてね、タカさんにしたいと思いますね。もう一方的に別にいいんだよと、俺はそんなこと関わらずに、奥さんが何をやってようかね、それも込みで全然もう責任持ってんだから、そんなせこいこと言わずに、自分は血を吐いてでも命に代えてでもこの暮らしを守っていって、なんだったら明日、ね、死んでね、遺産も残してあげれるから、全然後悔ないんだよっていうのはね、心の大きい方はたまにいますけどね。で多くの方は普通の人ですから、月収100万稼いでも普通の人ですからね、そこまで気持ちは大きくないと思いますし、焦りとかね、怒りとかっていうのを抱えながら、行き止まりにぶち当たるんでしょうね。そういった問いかけを今度81話でさせていただこうかなってことですね。これもだからね、その速稼塾ね、マインドセット、マスターマインドコースのね、最後のところ、ブレインバスタープログラムっていうのが実はねあるんですけどね、これは2015年に組んだやつですけども、そこからずっとね問いかけてることで、まだ一人も成功したことないんですよ。怖いですよね。だから本当ね、なんか真実を見ることって結構怖くって、だからこそね、世の中の風潮とかってまだ気にするんですよ。他者の意見に従ってるんですよ。でも他者の意見を全く取り入れない暮らしに、入っていくと、シンプルに何が一番いいのかなとかね、自分たちの形は何なのかなっていうことだけにフォーカスできるんで、こう他ほとんどの人がね、行き着かないような壁にぶち当たるというかね、でしかもそれも超えられる壁ばかりなんですけども、まあちょっと話ぐちぐちになってきましたんで、この辺にしておきましょうか。そういうことができるかどうかということでございます。81話
ちょっと怖いですね。でもこれはね、男性側にも課題があるし、女性側にも課題があると。で、稼げない人が、仕事しちゃダメですよ、やっぱり。誰の役にも立ってないんで。で、役に立ってるのが1なのに100ぐらいに思ってるわけでしょ。で、100役に立てる人が、その行動を抑制されて50ぐらいになってるわけなんですよ。だから社会の縮小とかね、GDP が全然伸びないとか、豊かじゃない、このデフレとかなんとか言いますけども、政策の不具合とかなんとかありますけども、一番肝心なのは、もっともっとマーケットを広げれるはずの人がね、足を引っ張られてるわけなんですよ、家族にね。そういったところが、まだ我々ができることじゃないかなと。その上で政策の不備とか、規制があるからできないとかね、そういった問題がありますけども、多分ね、家計を豊かにするための規制は何もないんですよね。まあ、そこら辺に、誰が気づいてるかってことじゃないかなと思いますね。で、気づいていてもそこを乗り越えられないという現実もあるんじゃなかろうかということですね。今のタイミングにタカさんの胸に刺さるような81話じゃないかなと思います。そして多くの他の方にもね、一緒に考えていただければ幸いでございます。では81話以上です。